ファックス世界一で世界進出だからめちゃめちゃ金かかるんですよ、うんうんうん、でとりあえず2億借りたんですよ。2億あとりあえず2億2億とりあえず借りれるとりあえず2億借りました、はい、めっちゃどっから借りるんですか2億。いやもうあの知り合いの、 あの福岡の会社から借りました2億円すげーな、はい、あのずっと福岡であの僕たちグッズ作ってくれてる会社がいたんですよ。ライブするたびにあのレペゼンチキってこうタオルだったり T シャツ作ってくれてる会社が福岡にあるんですけど、うんうん、その会社が2億円借りました、はい、これからもタオルお願いするんでっつって、うん、でレペゼン2億借りたと。はい2億円借りました。で2億円そこ使い切ったんですよ。もう使った、はいはい、もう使い切りました。あのキャンディーボックスで MV バー出してたじゃないですか、はい、あめちゃめちゃ金かかってて。あそうなんですか。もう安いやつも1曲2000万3000万かかってて高いやつ4000万超えですね。えやっぱお金かければそういう意味あるんですか。いや思ったより高かったって感じですね。 あれめっちゃ考えててこういう MV 撮りたいこういう MV 撮りたいでこうやってこうやってこうもうめっちゃいろいろシナモリを考えててこういうのやりたいって言って今まで自分たちで MV 撮ってきたから1曲の MV の制作費って僕たち50万とかなんですよ。50万かかってないんですよ正直。もう20万とかで撮ってるような曲もいっぱいあるんですよ。でまあでもプロにお願いしたらもちろんお金かかるよねって思ってて、うん、しかもこれってもうやっぱ人もいっぱい使うし CG も使うし場所もいいロケーション用意しないといけないから、まあ、500万から1000万ぐらいかかるだろうな1曲って思って、うん、あの構想をしたんですよ、うん、と思ったら予算でいや1曲4000万かかりますと言われて高いか想像してた 2,3 倍高かったんですよ、はい、で、まあ、バババって使って、うんうんまあ、1曲そんくらいかかるんで、まあ、もう今6曲7曲ぐらい出してるんで、はいはいまあ、全部使い切って、まあ、足りないなと思ってもう3億円ぐらい借りてきました。もうまた借りてきた。また借りてきました。また借りれちゃうんですか。今5、まあ、厳密に言うと 5.6 億借金してるんですか。あ借金してます、はい、すごいっすね。でもその3億はまだ使ってないですよ。あの2億円ぐらいしか使ってないんで、あと1億円2億なくなってどんな気持ちなの。え別に問題ないですよ。あそう、まあ、稼ぐんで、はい、ほら覚悟がありますね。ここ4億とけようが5億とけようが3兆円稼ぐんで、はい、っていう本気の構想がありますもんね。はいはいはい、はい、全然大丈夫です、はい、僕ね社長に言われてびっくりしたのが社長いくら稼ぐんでしたっけ将来。3兆円。3兆円ですよ。3兆円ですよ。でも今のうちに媚び言っとこうと思って。もうこの僕3兆円稼ぐのはもう35歳ぐらいで稼ぎたいんで。え35歳社長今いくつですか。28でしょ。今28なんですよ。あと7年。まあまあでも、まあ、でも遅くても40ぐらいに行きたいんで。本当に。いやすごいよ。いや本当に1兆でもすごいっすよ。普通の人はその5億円も借りて、はい、もしじゃあこれ失敗したり有名になれなかったら回収できなかったらどうしようと思う、はい、と思うんですよ。いやでも一周回って返せなかったらもう自己破産しちゃえばいいんで。いやまあクソ最低な発言ですけど。いやでもまあそんなでも稼げるから絶対に多分そう安心してて別にまあそんなことをみじんも思わないんで自己破産するならねもっと借りた方がいいじゃないですか、うん、5億円ぐらいで自己破産するのもったいないじゃないですか、まあ、100億円ぐらいで、100億円ぐらいでね、せめて100億ぐらいまでは自己破産する予定ないですよ、はい、金って別に悪くないですよ、ね、悪くないです。それで借りれるってことはすごいことなんで。だからいっぱいいろんな大企業もいっぱい借金してますからね。なんか借金と借り入れとかまた話別じゃないですか。違います。逆に言うとそれだけリスク取って夢を叶えに行ってるんだってことに僕はすごいリスペクトしました。ありがとうございます、はい、なんか最近感動した言葉の一つでガドロというラッパーが言ってたんですけど、どんだけ金稼いで何億円貯金があったって死んだらあの世には1円も持っていけないよって言ってたんですよ、うんうんうん、逆にどんだけ借金あっても1円も向こうに借金いかないじゃないですか、うん、おじゃあ借金して死ぬは得なのかもしれん、うん、稼いでもないお金いっぱい使ってるんで。いやこれ確かにそれでまあ挑戦ね、それで挑戦した方がね、はい、っていうことなんで億劫になる必要ないですよ、はい、借金そうですね、はい、まあ、僕は返しますから、はいはい、3兆円稼ぐんで。3兆円稼いだら一瞬で返せますわ。一瞬で稼ぐ、はい、返せますよ。チャンネル登録してね。チャンネル登録してね。